はい、ポッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、デンジャーディゴプロフェッショナル2やっていきたいと思います。雷鳥12号、朝ですね、485系なんだ。で、大阪行き、結構止まるんだよね。西大津、京都、新大阪。あ、まあこういう感じですね。うわ、早っ。まもなく、うん、飛んでくるよ、ね、駅に来たの。特急雷鳥12号大阪。ああ、こういう感じの電車今ないよね、なかなか。黄色い線までお下がりください。電車が参ります。だんだん今走ってんのかな、こういう電車いいよね。わあ、結構あんな。でも40分ぐらいで終わると思うんだよね。わあ、結構あるね。まあ、あ、各駅じゃない、通勤もあるのか。あ、ここからは電車で GO2 でおなじみの駅ですね。はい、じゃあこれでまあこんだけ止まると。うわ、すごい発車メロディ。ドアが閉まります、ご注意ください。あれ、なかなかドア閉まん。あれ電車で行こう、山陽新幹線並みに長い。はい、発車しています。進行敦賀発車。一気乗り制限35があるの。切符を拝見させていただきます。ああ、切符拝見ってね、あるんだね。今新幹線やってない、やってんのかな。ああ、懐かしい。こういうこと確かに車内放送あるよね。ああ、こういうポイント制度か、制限35なの。ああ、結構カーブ多い。あ、セクション4号車はグリーン車の指定席、1号車から3号車と制限解除。号車は数車の指定席、セクション通過して、何キロぐらい出せばいい。105キロ。第8計測進行。80キロ出した方がいいのかな、これがちょっと分かんないんだよね。制限105があるのか。でも80キロもあるんだよね。制限80で。第7閉塞進行。とりあえず80にしとくか。あ、80出る。制限105。制限80。第6閉塞進行。こんな感じで。ああ、隠し系。第5計測進行。こんな感じで、ずっと80が続くの。中継信号進行だね。進行。まあ、見通しの悪い信号があるとき、第4計測中継信号っていうのが出るんですね。これはくれないって。15があるんですね。進行。どうせ80があったよね。制限95。あ、スピードは違う。制限80。第2計算にして進行。制限105。制限105。どうせ制限95があるんだよね。第1計測進行。あ、ここまで大丈夫だと思うんだよね。制限95。
まで出さなくてもって感じはするんだけど。場内進行。制限解除。制限解除。2秒早い。車内販売。
限解除。120ちょうどでいいんじゃないかな。第2兵卒進行。100秒、持ち時間100秒。第1兵卒進行。あ、これ難易度ノーマルだからね、これベリーハードでやるったら大変だね。場内進行。どうだ、ちょっと遅れてる。新あたり通過テープ。あ、新あたりテープ。あと30分ですね。あと20秒、20秒取って大丈夫だと思います。下り勾配の方に事故、これで大丈夫だと思う。いい線いくよ。大失敗はしないと思う。アド川と、アド川通過です。次のあと40秒。第2兵卒進行。下りの方、仲間の第2兵卒進行。あれは 480系ですね。
あと15秒あと10秒西大津停車定着314秒こんなに持ち時間まあ、これぐらい電車で行くのも簡単だったな全部こうこれぐらい、持ち時間稼げるあれだったらいいけど
発進行、西大津発車。西大津発車。山下通過すると制限60があったか、それちょっと厄介だ。制限60にしてんの制限解除大胆閉塞で制限105制限105第2閉塞進行制限解除465m で制限45飛んでたね。まあ B3 にして B5 にしてか。あ、OK的な。第一場内進行。ご乗車ありがとうございました。まもなく終了です。45の標識が出てからだね。あれ45じゃないんだ。第二場内。進行京都停車停止位置12じゃあ70キロ発車して、まあこんな感じかな。あと10秒しかねえ。新快速電車姫路行きは同じく5番乗り場、各駅停車西明石駅は4番乗り場から、 JR 琵琶湖線安井駅は2番乗り場、京都停車定着。新快速電車の長浜駅は同じく2番乗り場から。まだアナウンスしてるけど、ドア開く前に余裕を持ってなんかアナウンスした方がいい気もしますけど、まあ、これなんか聞いたことがあるね。制限45があるのか。閉まります、ご注意ください。まあ長いんだよねこれ。電車で号採用新幹線編並みに発車するまでが長いっていう。京都発車。しかし全然喋ってないね。制限45があるとかね、そんぐらいしか喋ってないから。まあ前もっと喋ってなかったからね。まだ口を動かしてる方だけどね今。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。制限45、まあ、数こなしていけばね。いやでもちょっと喋りが上手くなるかなと思って、まあ何も努力せず、ただね
動画投稿の動画の本数だけやね。制限解除。動画投稿だけ継続してやってるんでね、まあ数重ねていきゃ少し話が上手くなるかなと思ってやってるんですけど、全然うまくなんないことある。第二計測進行。制限45がアンケル出せない。あ、でも通過だからどうか。あと20秒しかない。第一計測進行。これ遅れるね。やっぱり結構むずいダイヤだな。あ、そっか、駅到着が結構遅れてる。西王子、西王子通過列23秒。で、制限160が進行。
第1停車線進行。120メートル。場内進行。遅れちゃう。制限110。ああ、カップスケジ。制限排除。レッツトンダー、通過、精通。もしもし。第3計測進行。まあ100キロくらいか。じゃあ22点。まあこれでこのまま行くもいいんじゃない。第2計測進行。第1計測進行。はい、くれない。場内進行。ボラッキ。制限120。茨城通過レース。おーい。いただきます。制限排除。と30第2計測進行。120出した方がいいのかな。進行。第一計測進行。数分は特にないのか。場内進行。まあこんな感じでいっていい線いくんじゃない。これで千里岡。千里岡通過。熱量力もらえてすごいな。第二計測進行。あと20秒になって、まあ110秒で地元行くしよう。場内進行。まあこんな感じで。指令通過別。約600秒くらい。第2計測進行。あと20秒で第1計測進行。こんな感じで場内進行。もう今回ってるから見えない。600秒。ツイッター、通過、鉄。鉄で32秒くれるってすごい。おばちゃん、第3計測、進行。あと30秒ですね。まあ、このまま出せるっても大丈夫かな。から新大阪ね、あんまりスピード出しすぎちゃうと大変なんだ。あと10秒。3、2、1。新大阪停車定着。おーすげえ、675秒もくれんで終点の大阪かな。制限60番か。あと一駅。お、結構走ったね。10
発進行、新大阪発車。まあ、なんで制限解除の標識が2個もあるのか分かんないけど、1個で十分な気もしますけど。制限解除。制限解除。今日も JR 西日本をご利用ください。制限解除。この電車は特急第1号12号大阪行きです。次は終点大阪です。スケール約75秒もあったら十分だ。第3計測進行。でここでくれ、まあ電車で寝れるっていうのはいいですよ、ね。まあでも寝れるっていうのはいい趣味、いい特技だと思いますけど。大阪停車定着。はい、これで終わり。はい。まあ最初の方はちょっとね減点食らったりしましたけど。でエンディングですね。
で、運転評価ですね。あ、OK。お、すごい。あ、やっぱ、定数守ると、数高いんだね。はい。という感じで、お、新たに運転できる時刻表が追加。はい、といった感じでこの辺で終わりにしたいと思います。ではセーブして終わりですね。はい、ありがとうございました。